いつもロペラエオトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2012年モデルメルセデスベンツ SL550 ブルーエフィシエンシーエディション1をご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離は5000キロと非常に低走行なお車です。こちらですね、運転席のステップの部分になりますが、小さな線傷、あとはフロントガラスにも小さな飛び石ですね、こちらの方が1箇所ついている状態です。そのため脱傷はございません。非常に車両状態良好なお車となっております。こちらの車はエディション1となりますが、国内限定70台と大変希少なお車でございます。外装色は専用カラーマグネタイトブラック、インテリアの方も専用となりますがデジーノのクラシックレッドレザーの非常に美しい組み合わせのお車となっております。エンジンスペックに関しましては 4.7 リッター V8 ターボ、馬力は435馬力を誇りますので、パワフルなドライビングをお楽しみいただける1台です。アルミホイールも専用となりますが、19インチのチタニウムグレーペイントのアルミホイールが装備されております。ただこちらの部分ですね、エディション1のエンブレムがこちらに施されております。エディション1ですと AMG のスポーツパッケージが標準で装備されておりますので、エクステリアもバッチリと決まったかっこいい1台となっております。では続きましてトランクの方をご紹介させていただきます。開け閉めの方はもちろん電動で行っていただけます。今はバリオルーフが格納されている状態ですが、このようにしっかりと上がりますので、お荷物の出し入れは非常にしやすいお車です。もちろん閉じていただければこちらのカバーも開けてお使いいただけますので、スペースの方はしっかりと確保されているお車です。では続きましてインテリアをご紹介させていただきます。インテリアはレッドレザーと、ただステアリングがブラックレザーの組み合わせになっております。非常に状態もよくですね、目立つ傷もございません。おしゃれなインテリアとなっております。エンジンの方かけていきます。メーターパネルはチェッカーフラッグデザインのメーターパネルとなっております。もちろんレーダーセーフティーパッケージも装備されているお車ですので、安全機能も非常に充実しているお車です。センターにクロックの方ですね、ナビゲーションはハードディスクのナビゲーションになります。もちろんバックカメラもしっかりと映るナビゲーションでございます。こちらですね、シートヒーターとエアスカーフが装備されておりますので、冬場でもオープンドライブをお楽しみいただけるお車です。こちらインテリアの方はアルミ調のインテリアとなっております。非常におしゃれなお車です。こちらスポーツモード、マニュアルモード、エコモードですね、切り替えが可能です。こちらの車アクティブボディコントロールをしっかりと装備されておりますので、快適な乗り心地をお楽しみいただける1台です。特におタバコの匂いとせず、非常に状態良好なインテリアでございます。ではバリオルーフの方を閉めてみたいと思います。非常に動きの方もスムーズですので、ストレスなく開け閉めを行っていただけます。またエディション1になりますと、マジックスカイコントロールが標準で装備されております。こちらを押していただきますと紫外線の方をカットしますので、女性の方でも安心してお乗りいただける1台です。クローズ時でもこちらも楽しめるお車となっております。ルーフの方はアルカンターナのルーフライナーとなっておりますので、非常に高級感を感じるインテリアです。それでは今度は開けてみたいと思います。では今回は2012年モデルメルセデスベンツ SL550 エディション1ご紹介させていただきました。国内限定70台と大変希少なお車でございます。このマグネタイトブラックとレッドレザーの組み合わせも非常に特別車らしい装いを放つお車となっております。また車両コンディションも良好なお車ですし、もちろん機関系もバッチリな1台です。なかなか市場には出回らない大変希少なお車でございますので、ぜひともご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。